お部屋にあるクローゼットはいおめっちゃ雨降ってんね雨の音がすごい紹介していきたいと思いますはい、まあ、開かずのクローゼットだったんですけどそうですはいねちょっとだけ片付けたのでねそうはい開けてみたいと思いますリミちゃんのねクローゼットは特殊なんだよね、うん、なんとクローゼットなのにお洋服入ってないピンポンピンポンお洋服は1枚も入っておりませんそうです変わってるよねクローゼットなのにねはい、まあ、あの洋服はしほちゃんの大きなねウォークインクローゼットにまとめて入れちゃってるのでここはもうほんとリミちゃんの、まあ、リミちゃんっていうかまあしほちゃんとリミちゃんのなんて言うんだろう遊び道具が主かな、うん、まあ いやとりあえずそうじゃあまずはじゃあ開けてみ見てみようか開けてみてみますじゃじゃーんこんな感じ大丈夫ですか大丈夫ですまずこの上なんですけどちょっと汚いんですけどちょっと本当はね綺麗に段ボール揃えて収納したかったんですけどちょっと買いになかなか行けない時期なので今はちょっとこんな感じでもう入れちゃってますもう全部スクイーズです右の方にある段ボールも中はみんなスクイーズだしねとりあえず上は全部スクイーズでございます多分このクローゼット紹介一瞬で終わるね、うん、だってこっち側もじゃあ下から行くここはあの幼稚園の時の、うん、あの思い出グッズあのパパがねどうしてもしほりみがね幼稚園の時に描いてた絵、うん、絵のなんかこうあるんだよね年中の絵のなんかこうね本みたいなのにこう綴られてるやつ、うん、ちょっと名前見えちゃうんだけどこんな感じで思い出っていう感じで何冊もねファイルになってるんだよね意味の対象そうあと体操服と帽子とちょっと制服もねあるはずなんだけどちょっと下まだ片付け途中であの制服が出てきたらここに制服もね一応取っとこうかなと思いますはいパパがねどうしてもなんか取っときたいって言ってしほりみがなんかお嫁に行くときに見せるとかわけのわからないことありますということでねこのケースに収まる分だけ入れてありますあの卒業アルバムとかもあ卒園アルバムっていうの、うん、それもしほりみの入れてありますはーいでこの上がボックス2つなんですけどここも全部スクイーズですねそうですよねちょっとこれはママがね昔あの100均のなんていうの壁材みたいなの貼ってこんな感じにしたのをちょっとこっちに持ってきましたこんな感じで脇から見るとこうスクイーズがもうだんだんと入っておりますこっち見えないかはい、で一番上にちょっとねこうぬいぐるみがお部屋に置いてあったのちょっとこっちにしまいましたプーさんだねでここに吊り下げてあるのは前のりみちゃんのここの取っ手のところにかかってたクマさん視聴者さんがくれたクマさん双子のクマさんででねこれはもう前からずっと言ってるダイソーで買った植木を吊るすやつこんな感じで、あ、こんな感じでね、ここになんかまだスカスカでね、あれなのでここにかけてみましたね。ね。で、ここのね、棚はこれもうパパが使ってた、もう10年以上もっとかな、使ってるこの棚。錆びてる。錆びてるからあんま近くで映さないんですけど。この棚に、まずこれ、この時計ね、ただの時計じゃないんだよね。なんでここに入れちゃってるかというと、なんとじゃじゃんこれ物を入れられる時計そうだからなんて言うんだろうくせえくさいなんだなんて言うのこれ物を隠すっていうか前何に使ったんだっけ脱出ゲームが流行った時に買ったんだよねこれね、うん、パパがネットで買ったそうそうそうなのでねこれ時計というよりも物を入れる隠すやつです、うん、なのでちょっとここにね、はい、置いといてあるんですけど一応時計という機能も果たしてるよねはい、はい、でこれがねなんと視聴者さんがくれたパズルプーさんのすごくないすごいよかわいいよね
これもうね、こうやって額に入ってる状態で送ってきてくれたんだよね、うん、なのでね、りみちゃんの部屋に飾ってあります。はいはい、じゃあ次、下がもうゲームですね。もうほとんどね、ゲームは使わない、ゲームとかおもちゃはもうね、処分っていうか売っちゃったりあげちゃったりしたんですけど、うん、一応取ってあるのがこの任天堂のあのこれだね、これラボ作るやつ。これまだ作り終わってなくて、一応ね取ってあるんでしょ。ちょっと待って、ん、あった、これあった、よかった、うん、あ、これね。で、あとこのマリオのゲームもよくやったね。うん、やってた、ね。で、あと人生ゲームもね、これはちょっとね定番だからね、うん。で、あとりみちゃんの好きなオセロ、オセロね、りみちゃん大得意だからね、それね。で、あとこのウームさんからもらったりみちゃんのサンプレだったっけ、そう、このすごい数が入っているペンだね、ペンと色鉛筆とか、そう、色鉛筆とかのセットのやつと、あとこれまだできてません、あの3コインズだっけ、3個で買ったこのやつ、これ作ってないね、まだ ね、作ろうと思ったんですけど。で、この辺におもちゃ関係で、あとこれフライングタイガーで買った、何なんていうの、この黒ひげみたいなやつね、これ、そう、これもここにその8バージョンあるね、こんなもんかな。で、あとここの下に、ここに本を入れてあります。モモ TV、 あ、モモ TV さんの本とか、もういろんな本が、絵本に限らずね、うん、こんな感じで、こんな感じで、昔のやつだね、うん、昔のやつですね。お、アバンティーズ、フィッシャーズとかのやつかな。こんな感じで、ここにね一応本を入れてあって、で、あとこれね、牛乳蒸しパンと、あとプーさんのクッション、はい。で、なんとこの下、これが用紙が用紙なんですけど、この下も全部スクイーズです。この箱に入ってる4つと、これもすごい細かいね、スクイーズが全部ここに、スクイーズがいっぱいある、はい、スクイーズを一応ね、ここのお部屋に、お部屋というかクローゼットに入れましたね。はいはい、はい、もうなんか一瞬で紹介が終わってしまう感じですけど、はい、はい、こっちはこっち、あ、そうそう、これね、ちょっとスペースがあったんで、りみちゃん知らないと思うんですけど、ちょっとあのハンガーラック、ニトリで買ったハンガーラックがあって、これちょっと近々も出して使いたいんですけど、ちょっと邪魔だったんで、ちょっとそこに入れさせていただきましたすみません。はい、ということでね、あんまり面白くなかったかもしれないから、はい、はい、こんな感じですね。はい、またね、あのまだ余裕があるので、いろいろね、入れるものができたらそこにしまっていきましょう。はい、はい、今日はりみのお部屋のクローゼットを紹介いたしました。はい、それではバイバーイ、グッバイ、シーユーネクラ、シーユー。